アジアオリンピック評議会、OCA は11月1日、および8日に理事および委員の就任発表を行い、男子走り高飛びの戸部直と、JAL がアスリート委員に就任したことが明らかになった。WA アスリート委員長に女子砲丸投げのアダムスが就任山西としかず、蘇平店だが委員務める OCA は今年の9月23日から10月8日まで行われたアジア大会の開催中に、 出場選手によるアスリート委員の投票を実施。東、東南、中央、南、西の5地区から9人が当選した。さらに、ガイドラインに従い地域制や26年に名古屋、30年にドーハで行われるアジア大会の開催国から追加で3名が選ばれ、その中で戸ベと男子走り高跳び東京五輪金メダリストのムタズエッサバルシム、カタールが選任されることになった。 トベは26年アジア大会の調整委員会の委員にも指名され、日本陸連のアスリート委員会委員長、日本オリンピック委員会、JOC の委員に続く要職就任となっている。男子走り高跳びの日本記録を持つトベは昨年の日本選手権で左足アキレス腱を断裂。今年10月のアスレチックスチャレンジカップで1年5ヶ月ぶりの競技会復帰を果たした。